い、どもりです。皆さん、鬼滅の刃の映画もう見たでしょうか？もう自分はもうすでに2回見たんですけども、まあ、何度見ても涙が溢れてくる作品で、とても好きです。はい。ということで今回はですね、ねずこちゃんの羽織の模様を作っていこうかなと思います。すでに、炭治郎くんと善逸くんの羽織は作っているんですけども、いいじゃん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 、綺麗じゃん。善逸だ！やったー！いや、ねずこちゃんの羽織ちょっと難しいんだよ。もしかしたら、ステージがちっちゃいから、なんか狭くなっちゃう可能性があって、うまくできる可能性が、なんか、難しい！はい、ということで頑張ります。はい、よろしくお願いします。今回はですね、ねずこちゃんの衣装を作っていくということで、まあ、ねずこちゃんの服といえばピンクのイメージがあるんですけど、まあ、最初に作るのは、ちょっと小物。ピンクの、服についてる、なんだ、帯。黒じゃないや、赤と白の帯を作っていこうかなと思います。まあ、柄で言うと炭治郎くんの、黒と緑のね、柄に似てるんですけど、あれ？俺これちょっと間違えちゃったかもしれない。あ、やらかした。これ交互にやんないといけないのに。ちょっと飛び出しちゃった。でちなみにインクは、ケチャップ対、マヨネーズの、インクを使ってるんですけども、マヨネーズの色なんだよ、これ白って。目の錯覚なのかな？光加減で違うのかな？なんか面白いですよね。これで多分全体的には濡れたので、残り1分切っちゃったんですけど、ちょっと調整しよっか。どうこれ。みんな、これ見て。なんていうの、わかるかな？部分、帯の部分。オッケーオッケー、四角くね。あ、最後、ここ、一応ここ。変に繋げちゃった。あ、いいじゃん。いい感じにできましたね。はい、それでは、今回メインとなるねずこちゃんの、ピンクの模様を作っていきたいと思います。で、ピンクの模様に、蜘蛛の巣みたいな、言い方悪いかな。蜘蛛の巣みたいな、ちょっと、線が入ってて、そこがすごい、細くて難しいんですけど、いけるかな？これ、ね、作り方が意外とありまして、3本線を引くんだって、平行に。これ、まっすぐな線を引くの。この後に、斜線を斜めに入れていくの。あ、ありがとう。ひでおくんが入れてくれてる。これ、斜めに線を、入れてクロスさせるの。ほら、三角形できたじゃん。この三角形の頂点を真ん中から結ぶ。ちょっと難しいけど、逆三角形に Y の字を作ればいいんだって。うわ、細くなっちゃう。これさ、ピンクがさ、全然見えなくなっちゃうかもしれない。でもこんな感じでね、繋げていくと、ねずこちゃんの模様が作れます。これはなんか教えてもらいました。ただ、線が太くなっちゃったわ線の方が太くなっちゃった。いや、意外と難しいでしょ。線太い、絶対線太い。まあ、いっか。いや、ねずこちゃんピンクの模様なのに黒の方が多くなっちゃうかもしれん。一応インクの色今緑なんですけど、これ黒に変えます。じゃあこれでいっか。まあ、そこそこね、ポサは出ました。さあ、上から見たらどうなったか。あ、でも網目状になってる。網目状になってるよ。色変えたら、やっぱり線が太くなっちゃった。今までちょっとずつさ、ねずこちゃんの小物作ってきたんですけど、今回は全部組み合わせて、ポサを出していこうかなと思います。黒いけど色合いは間違ってない。こっちの方が、ぽいな。